修治祭は、新末民発の政治家、外交官、財政家、北京政府の要人で、交通系の一員である、ジワコ、小ギ、小イ、福光継で、軽指導文官を卒業した。1896年、中米公使後帝カオールに追従して、アメリカに向かう。コロンビア大学で学業に励んだほか、公使館で、初期官三々などを務めた。1903年、 中級馬総領事件33となる。1908年後の帰国に伴い、州自災が中米公使の職務を代行した。戦闘年間に帰国し、外務部参に動作上を歴任した。この時に外務大臣を務めていた遠征外から外交知識について称賛され、その信任を得るようになる。その後、州は、タクシ部の養殖も務めた。 1912年3月、州自祭は、遠征外から三島都督県民政長に任命された。1913年8月、中国銀行総裁に転任する。9月には熊丸同志内閣で交通総長となった。州は、新保党の名誉理事を務め、また、両親、主計と共に、交通継と呼ばれる派閥の三挙党と称された。民国3年2月、 財政総長も兼任した。1915年3月、処理農省総長となり、4月に正式に就任した。同年末の園政外皇帝即位には、衆寺祭も大いに協力している。翌1916年1月、園の命により、衆は日本へ特使として赴いた。5月、衆は処理財政総長兼使を、務所、ただ主弁となる。は、 円の政権維持のため、外国からの借還申し入れなど様々な財政政策を打ち出した。しかし、特に借還申し入れが国内の激しい反発を買い、失敗に終わった。6月の園政外資後、州治裁は公認総統の霊元広氏から皇帝即位を格索した首謀者として指名手配を受けてしまう。そのため州は日本へ亡命した。 1917年7月に、はじむが失脚すると、州は帰国する。1918年3月に指名手配も取り消されて正解に復帰した。同年9月、安福国会で女性省が大総統に選出されると、州ら交通系はこれを支持する。さらに、女の意を受けて、南北和平のための活動を開始したが、これは結局失敗に終わった。 その後も、衆事祭は、北洋系派閥の争いに巻き込まれ、財務、外交のいずれでも、力量を十分に発揮することができなかった。1922年4月から6月まで、処理国務総理を務めたものの、やはり目立った成果は残せていない。処理国務総理辞任後も活動に制裁をかき、養殖に復帰できなかった。1923年10月20日、北京で病没。 去年53、ありがとうございます。